中距離拡大防空システムは NATO におけるパトリオットミサイルの後継地対空ミサイル開発計画である。アメリカ合衆国やドイツが配備しているパトリオットミサイルやイタリアのナイキハーキュリーズミサイルの後継となる地対空ミサイルであり、自走式で機動性のある野戦防空システムとなることを目指している。現行のシステムに比べて操作人員の省力化も図られており、 将来的には現在運用されている核、種地対空ミサイルを水に一本化することで効率的な対空ミサイルの統合運用体系を構築する計画である。開発の初期段階ではフランスも共同開発国であったが1996年に脱退している。そのためアメリカ、ドイツ、イタリアの3カ国による共同開発で2012年から配備を開始する。 予定とし、費用分担はアメリカが58%、ドイツが25%、イタリアが17%とした。当初は日本にも計画への参加が求められていたが、兵器の国際開発が武器輸出3原則への抵触に当たるとして参加が見送られた。そのため日本では、独自に零産式中距離地対空誘導弾を開発、装備化している。しかし、 2011年2月にアメリカが計画を破棄し、続いてドイツ・イタリアでも計画破棄、開発中止となった。その後主契約企業のロッキード・マーティンでは、社内での開発を続行し、2012年11月に初めての迎撃実験を行い MQM-107 の迎撃に成功。2013年7月には、ランス戦術弾道ミサイル標的の探知。 追跡受験を成功。同年11月6日には、ニューメキシコ州ホワイトサンズミサイル実験場で、2つの標的に、対する同時迎撃実験に成功している。2015年5月にドイツは、パトリオットの後継として、購入を決定したが、2017年3月7日に、まだとの契約が延期された。なお、ドイツ連邦国防省は、水の成果にかかわらず、 既存のパトリオットシステムのソフトウェアとハードウェアを近代化するために数億ユーロを費やす予定だという。その他、ポーランドの中規模防空プログラムに提案される予定。水野弾頭はパトリオットミサイル PAC-3 を射程延伸した改良型であり、弾頭の直撃により航空機や巡航ミサイル、弾道ミサイルを迎撃する。システムは捜索レーダー、 射撃管制レーダー、射撃管制システム、ミサイル発射機、ミサイル装填機で構成されている。捜作レーダーはフェーズドアレイ方式であり、全周を監視する。ミサイル発射機は垂直発射方式である。各お々の,おの,のシステムは C-130 輸送機により、輸送可能のサイズとなる。また、ドイツ陸軍では、 独自にアイリス T 空対空ミサイルを地対空ミサイルに改造したアイリス TSL を水のシステムに組み込むことを計画していた。ありがとうございます。